えっと、こういったメッセージいただきましたので、あの、正確なので YouTube のテーマとして動画撮っていきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。と、いこうさん3000人おめでとうございます。あ、ありがとうございます。チャンネル登録ですね。お祝いメールを送る。いやいや、全然,全然全然ありがとうございます。まあ、パワープレイですね。3000人に行ったのも。まあ、クオリティが低くても、なんか継続することができれば、なんか、そんな自分でも、 3,000人って数字だけ見ると僕すごいなとは思うんですが 3, ってすすごいいと思いますよね。まあ、数字だけ見るとすごいとは思うんですがまあ、もっともっと1万2万10万20万とかいろんな人はいると思うんですけどでもなんですかね継続だけで来れたなっていうのはあるのでただ継続しただけっていう感じですねで今聞いてるんですがこれリクエストで あ,あの、なんかテーマがあれば多分喋りますっていうお話だと思うんですけどえっと、ぜひ i k さんの継続の重要性について YouTube で動画を撮ってまあこれはですね、ぶっちゃけいつも喋ってるような内容になっちゃいますよね継続の重要性なのででは、まあ、せっかくなんでまた撮っていこうかなと思うんですけどまあ音声がすごく勉強なり好きなもんでもし可能ならお願いしますいつもありがとうございますとことでこちらこそいつもありがとうございます まあそうですねやっぱり続けててこう言っていただく方っていうのもやっぱ結構いらっしゃってコメントとかでも、まあ、なので勉強になりますって言っていただくのがすごくいいですねなん、まあ、でかっていうと僕もですねこうやって変わってきたんですよ人の音声を聞きまくってでそれを素直にですねやっぱ聞いてまあ批判評論しないで、まあ、自分のまあ その人がいいフレーズ言えばですね自分が取り入れて実践すればある意味無料で手に入れた、えー、情報知識なのでめちゃめちゃコスパいいじゃないですかなので僕はいろんな人をとにかく聞きまくっていろんな情報をコスパよく手に入れてでそれをですねどん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 チャレンジしていったっていう形になるんですけどもまあ、もちろん自己投資も大事です、まあ、僕も コンサルスクールも本当に何ですかね、累計いくらぐらい使ったんですかね。まあ、4、500ぐらいは今まで使ったかな。そんな使ってないか。まあ、300、400ぐらいは使ってきたかなって感じなんですけども、やっぱそれはそれでいいきっかけとかもあったりはしたので、まあでも、 まあ、そろそろ自分でいろいろやっていこうかなって思ってますねな。例えば別にコンサル入る、スクール入るんだったらもう自分はそういったなんかいろんなことが今できるようになったと自分では思ってるのでまあオンラインサロンぐらいに今年はいくつか入ってみようかなっていうのがありますね。まあ、いつものように話脱線しちゃったんですけど、まあ、継続の重要性っていうのはですねあのまあ視点を変えると やっぱ時間との関係性があると思ってて一日みんな平等に24時間なんですよ。で、えー、気が付くと1日終わってるんですよね。で気が付くと1年終わってるんですよ。あ今年も年末か早かったなみたいなあるあるですよね。今1月なんですけど気が付くと春になり夏になり秋になりまた冬が来るみたいな。 その繰り返しで人というのは年、えー、を取りあの気が付いた頃には早かったなってなると思うんですよね。だからこの時間が過ぎちゃうのっていうのはみんな平等にはなるんですけども結局時間が過ぎちゃうんだったら無情にも過ぎちゃうんだったら自分がプラスになることをやった方が自分のためになって帰ってくるし。 自分の人生楽になるよよねっっていうマインドセットだったんですよ、まあ、僕の場合なんですけどまあほとんどの副業とかやってる方は多分そういった考えにはなると思うんですけどだから例えば僕もですねあの勉強とか副業一切しないでずっとパチンコしてたりとかあのずっとサッカーしてたりとかマージャンしてたりとかあとは仕事していた時は例えば終わったら飲みに行くとか。 っていうのもありましたした、うん、っていうぐらいですねやっぱり、あのー、その時も同じ24時間なんですよ1日でも「夢を叶えるぞ」っていう本を読んであの eBay っていう週刊スパを読んでたらまあ日本のものが海外に売れますみたいな記事が週刊スパに書いてあってで翌日にですね eBay の本買って自分でアカウントを作って やっぱり人が変わるのってきっかけなんですよ。一つのきっかけなんですよ。もしかしたら一つの言葉かもしれないですし本当に小さなきっかけで人間って変わるんですよね。でそこから本を読むようになって勉強することってこんなに楽しいんだって思ってあの自分でお金を稼いでみたいなっていう気持ちになってあの日本のものを海外で売ってみて。 で、そこで成功体験を得たら、今度ブログとかもやってみたいなってなって。で、ブログやったり、アフィリエイトやったり、で、YouTube やってみたいな、電子書籍やってみたいな、コンサルやってみたいなとか、ノートここならで出品してみたいなとか、仮想通貨やってみたいな、株やってみたいなとか、インデックス投資とか積み立 NISA やってみたいなとか、あの、結局、24時間、やっぱり平等で流れちゃうんだったら、 自分がプラスになることっていうのをただ継続すればその分時間がですねあのや,ったやってるんですよその分時間が結構解決してくれる部分っていうのが結構あって例えば一日2時間でもですね、まあ、成果がた確かに出なかったとしても一日2時間ですね自分のために勉強とかパソコンをカタカタいじってみるとか何かツイートしてみるとかなんか YouTube 聞いてみるだけでも 年間700時間時に変わるんですよマジでこれめっちゃでかくってあの結局時間過ぎるんだったら自分のために1年間700時間投下したら本当に1年間ですよ僕も本当に1年間でまるっきり考え方が変わってだからパチンコもやんなくなったしマージャンなんてもう一切やってないですし。 飲み会なんてないですからね多分ね僕年間飲んでも10回行かないんじゃないですかね1ヶ月に1回も飲まないですし飲み会もないですし酒も飲まないんですよタバコも吸わないですしまあもともとですけどそうなんですよだから結局ですね時間が過ぎちゃう時間が過ぎたら年を取って 時間を取り戻せないイコールもったいないっていう感覚にまず自分をマインドセットにしてもったいないんだったら過ぎちゃうんだったら自分のためになることをやろうそれを継続になっただけなんですよじゃあ自分のためになることっていうのはまず自分ができることからでいいんですよまあ本を読むとか気になる人の YouTube を聞くとか Twitter を見てみるとかまあ勉強系の Twitter ですねいっぱいいるので今でインスタ見てみるとか でもいいですし両学長とか聞いてもいいと思いますしそうなのでなんか結局最初は自分じゃないですか自分が会社に行きたくない嫌な人と関わりたくないお金が欲しいとか結局自分主体なんですよやっぱり全員が全員最初ってだから自分主体って思った時に自分を幸せにするためにはやっぱり自分が プラスになる行動を毎日した方が絶対に自分は幸せになれるんですよ。それは勉強、インプットでもアウトプットでも。で、時間は無常にも勝手に過ぎる。じゃあ、やった方が得じゃんってなって、なので僕はなんか、継続するっていうのは、なんか一つの継続ってなんか、なんですかね。 あんまりやりたくないけどやってますっていう感覚ではなくてなんかこれがもう当たり前になってるみたいなイメージですかね息を吸うようにパソコン開いて息を吸うようになんか YouTube 撮ってみたいな感じですかね出品したりとか記事書いたりとかコンテンツ作ったりとかメッセージのやり取りしたりとかっていう感じにはなるんですかねうん なので、継続は何だろうな、重要性とかっていうよりも、逆にやらなきゃ損になっちゃいますよね。やった方が得になるんですよ。だから、い,いろんな人がいると思います。例えば友達とか後輩、親戚、兄弟の人とかいますよね。だからそういう方を見て、あ、この人いろいろやってるから、なんか得っていうか、 なんか思う時ってないですかなんかこの人いろいろやってていいなみたいな。で、親戚の集まりとか僕、お正月にですね、絶対に1年に1回とかあるんですよ。お盆、お盆とかに。結構集まるんですよ。本家があって。で、やっぱり全員変わんないんですよ。変わってないんですよ。あのー、まあ、詳しい話はしてないんですけど、やっぱり変わってないんですよね。1年間経っても。でも、 その人たちが1年間得する行動まずは自分を高めようっていう行動をしていればまあ多分変わってるわけなんですよお金の面でもその発言とか考え方とか何かちょっとしゃべればわかるじゃないですかあ1年間喋ってもまあいつも通りだなみたいななんか1年ごと1年 1>, 1年前と1年今がめちゃくちゃこの人喋り方変わってるやんみたいなめっちゃ面白くないですかそれ親戚とかでいたらそうでもやっぱそういう人っていないんですよねなんか少数派なんですよめちゃくちゃ少数派なんですよねそれってそうだからそうっすねだからうーん結局なんかお金お金とかじゃなくてまずは自分が得か得じゃないか 結局時間っていうのは無常にも過ぎちゃうんですよ。平等で24時間。で、気がつけば年末なんですよね。じゃあその気がつけば年末で、あのー、1年間の思いい出って36 5日分ないんですよあの例えばき、まあこれ僕たまに言うんですけど、まあ、時間の概念なんですけど、昨日って24時間あるじゃないですか。間違いなく。まああったんですよ。 ま正確に。で、昨日の24時間を細かく、24時間をですね、細かくですね、あの24時間分ですね、紙に書いてくださいって言ったらですね、24時間分絶対書けないじゃないですか。これもその通りですよね。24時間の中に思い出が、思い出っていうか、記憶してることって、ほんのわずかですよね。 あこんなん食べたなぁみたいなこんなテレビあったなぁでも全部覚えてないみたいなよくありますよねそうで結局人っていうのは昨日24時間なんですけど忘れちゃうんですよですで人って忘れちゃうんだったらなんか結局忘れちゃうんだったらあの作業していた時間を時間の方がいいじゃんっていうことになりませんそっちの方が得じゃないですか結局昨日の思い出なんて24時間分全部思い出すことなんて不可能なので あのそれだったら結局忘れちゃうんだったらまあ自分のことで作業してた方がいいじゃんこれが得になるんですよこれがただの継続なんですよだから継続っていうのはもうすごいシンプルなんですよねそうなんですかねなんか重要性とかではないんですよねこの継続っていうのはなんかもう当たり前なんですよねこれってそうもう当たり前なんですよ なんですかね重要っていうよりもなんか息を吸うようなイメージですかね感覚で言うとそうですねだから僕も最初はやっぱり何ですかねすごい継続は重要みたいな時もあったんですよだから継続してブログ書くとか継続して出品するとかって なんかそういった考えの時あったんですけどでふと今10年間ぐらい副業とか副業っていうかネットビジネスやって思ったことがなんかね継続の重要とかってよりもなんかやった方が得だしすごいシンプルに考えた考え,まし考えることになりましたねだから今までの当たり前っていうのは ずーっとテレビつけてってこたつでゴロゴロしてスマホをいじってなんか車乗ってる時はなんか適当な音楽流してでその東京に出た時もなんか別に行きたくもない会社とりあえず会社行ってお金稼いでまあ出勤して退勤しての繰り返しでずっと何年間も無情にも過ぎてったんですけどうん。 やっぱり何も成長しなかったですよねそうなるとそうなんですよでもこれもある意味継続してることじゃないですかああそうですねだから継続の概念で一つだけ言うとあの多席の継続っていうのは何ですかね会社に行くとかノルマをこなすみたいな でも自責の継続っていうイメージにした方がいいかもしれないですね。自責っていうのはあの自分のことの仕事、自分のビジネスとかなんかそういうイメージに変えるとなんかまたなんか作業することが当たり前みたいな。今だと運転すると絶対にあの音楽聴かないで音声学習とかしてるしてるんですよ。 YouTube も基本的に8割ぐらいはですねやっぱ勉強系の話聞いたりとかビジネス系の話聞いたりとかしてるのでなんか自分が得になることが当たり前になるとそれが勝手に継続されて1年後とか2年後に考え方がまるっきり変わってあの人生の選択肢が増えて全人生の選択肢が増えると 自分ででいいいところを選ぶじゃないですか ABCDE っていう選択肢が5個あったら自分で一番いいところを選ぶじゃないですかあ A が一番いいなみたいなじゃあ A 行こうみたいなそうだから勉強するとあの選択肢が増えるのであの人生のクオリティが上がっていくっていう感じですかねまあだからですね、まあ、継続っていうよりもなんかもう当たり前な感じにしちゃって なんかまた生きていくとまたちょっと変わってくるのかなっていうのを思いますねうんなんかそうですねラジオ感覚的に聞いていただければまあ嬉しいので、まあ、またよかったらですねチャンネル登録とかあとコメントとかですねあのガンガン残してください YouTube のコメントとかですねアウトプットとかすごい大事だと思うのでなんかワンフレーズでいいので残してくださいよもし最後まで聞いてる方いらっしゃったら ここういういとにやっぱり、あのー、僕の方でもやっぱりあここが響くんだとかやっぱりその参考になってすごい今後の動画とかでも活かせると思うのでよかったらよろしくお願いいたします。じゃあ失礼いたします。